ピッテとは株式会社カービューが運営するスキルシェアアプリのサービス名称である。2019年9月時点で iOS 版のみのサービスとなる。例として個人でドライブレコーダーやカーナビゲーションを取り付けできる人がそのスキルを出品し、購入者側がそのスキルを購入する。購入が完了すると、購入者が車を持ち込んで出品者によって取り付けを行い、 取引が完了となる。メリットとしては、出品者のスキルを自由に価格設定できるため、場合によっては、ディーラーやカー用品店の高賃よりも安い価格で可能となる。同社が提供している民からのサービスだが、アカウントは共通化されていない。ピッテの会員登録は、Yahoo Japan の Yahoo ID と連携しており、会員登録には必ず Yahoo ID が必要になる。 作業者登録には、運転免許証、または、パスポートでの申請が必要になっているため、安全性を確保している。購入者と作業者が、トークルームで直接交渉でき、作業前に決済をすることで現地でのお金のやり取りが発生せず、支払いがされなかったなどのトラブルを回避できるようなシステムになっている。現状、カード決済のみでしか支払いには対応していない。 サービスのカテゴリーは、現在18カテゴリーに分けられている。取引の最低料金500円台となり、保険料が300円ベッかかる。ピッテのシステムを介すことで、損害賠償保険が利用が可能となっており、作業者に起因する事故により、損害が発生した場合に、東京会場に一動が引き受け保険会社の損害賠償保険によって、最大一億円まで損害を保証する仕組みに、 なっている。禁止事項は自動車分解整備事業者でないとできない作業として以下がある。原動機動力伝達装置走行装置かじ取り、装置制動装置干渉装置。ありがとうございます。